は月舞は、日本の女性声優、ナレーター、スチールウッドガーデン所属、茨城県出身、血液型は B 型。地元茨城の高校を卒業後、代々木アニメーション学院大宮校声優科に入学。卒業後にノンストップエージェンシーに入所し、赤木秋な名,名義で活動する。が、わずか数年で重大な契約違反を犯し、事務所との話し合いには応じずに、 まだ契約期間が残っているのにもかかわらず、一方的に対処する。事務所側の行為で、訴訟沙汰にはならず、このことについては、不問となる。声優ボーカルユニット、芝浦女学院のリーダーとして、活動を続けていた。ライブでの自己紹介では自称クールビューティーを名乗り、会場を沸かせることもあった。また、芝浦女学院のサブユニット、シェルキーとして、 宇佐美真宏と活動を行っていた。2013年5月11日に行われた芝浦女学院卒業公演ライブスタとダッシュを機にメンバーである宇佐美真宏、田口香里、北林か穂と共に卒業し、芝浦女学院は解散となった。声優としての活動だけでなくコスプレイヤーとしても活動することもあり、コスプレイヤーが自身の写真を投稿する SNS、 CPR にて写真を公開している。また ACE2013 ではフロントウィングのブースでグリザイアの迷宮の PR のため同作品の制服を身にまとったりニコニコ超会議にスーパーコミックシティ22ではハローキティと一緒のブースで猫村イロハの格好をしていた。2013年ナリゲネクストを対処しフリーとして活動していくことが発表された。 同年、10月より、スチールウッドガーデンに預かりという形で所属となった。後に準所属となり、ショールームを中心に幅広く活動を行っている。2015年12月26日、ショールームアワード2015、アニメ、声優部門でグランプリを受賞した。2016年、同じ事務所に所属する、寺島明、小松由里子と、声優ユニットシンクウェイショスを結成。 同年6月1日には、事務所の聖書族に昇格した。ゲームアイドルグループドラマ CD 本、雑誌舞台、ラジオモデルインターネット放送ライブ等、音源化楽曲未音源化楽曲、ありがとうございます。